イボミ夫の良き夫ぶりも判明。愛ある結婚3周年に日本ファン祝福、いつも綺麗。レストランで握手する写真も。女子ゴルフのイボミ、韓国が夫で俳優のイワンとの結婚3周年を報告した。自身のインスタグラムに2人で祝った様子を公開。ワンの良き夫ぶりも判明し、日本のファンからもおめでとう、良き旦那様といった祝福の声が寄せられている。幸せが溢れた。レストランで料理を前に座ったボミは、紺のセーター姿。テーブルに置かれたコースメニューの前で乾杯した。一人の写真が続いたかと思われたが、よく見ると正面でスマホを構えた夫のワンが、後ろにある鏡張りの壁に映っていた。妻の姿を撮影していたようで、良き夫ぶりだった。ボミは愛ある、変則2ショットを自身のインスタグラムに公開。コメント欄に、サードウェディングアニバーサリーと記し、韓国語でも、これからも仲良く暮らしましょう、とメッセージを添えた。日本のファンからは、おめでとう、これからもお幸せに、いつも綺麗、良き旦那様、可愛いです、とボミに分かりやすいひらがなでのメッセージが寄せられている。